今回はスラムダンク勝利学という本をご紹介します。スラムダンクは井上雄彦による日本のスポーツ漫画で、バスケットボールをテーマにした作品です。主人公の桜木花道の成長と彼を取り巻く人々の人間ドラマを描きながら、スポーツの醍醐味や競技者の心情をリアルに描いています。そのため単なるエンターテイメント作品であるだけでなく、スポーツにおける勝利するための考え方を学ぶ教材としても読むことができます。本書ではスラムダンクから導き出される勝利するための考え方を詳しく解説しています。具体的には、根性は正しく使え、全力という習慣、情熱という原動力の3つの要素が挙げられています。根性は正しく使えでは、スポーツにおける根性の重要性と、それをどのように使うべきかが語られています。一生懸命練習することは大切ですが、それだけでは勝利をつかむことはできません。根性を正しく使い、質の高い練習を行うことが求められます。全力という習慣では、全力を尽くすことの重要性と、それを日常生活の中でどのように実践するかが語られています。全力を尽くすことは、特別な状況だけでなく、日常のあらゆることに対しても全力を尽くす心の習慣を身につけることから始まります。情熱という原動力では、目標達成のための最大の原動力である情熱について語られています。情熱があるということは、目標達成への道のりを楽しみにしているということであり、そのためには目標達成によって何が手に入るのかが明確になっていることが重要です。以上の3つの要素はスラムダンクを通じて具体的に描かれています。そのため、この漫画を読むことで、これらの要素を理解し、自分のスポーツライフに生かすことができます。また本書はスラムダンクの物語を通じて、スポーツにおける勝利のための考え方だけでなく、人間としての成長や人間関係の築き方についても学ぶことができます。そのため、スポーツ選手だけでなく、多くの人々にとって有益な一冊と言えるでしょう。私自身もスラムダンクは大好きな作品で、その魅力を改めて感じることができました。また本書を読むことで、スラムダンクをただのエンターテイメント作品としてではなく、人間の成長やスポーツにおける勝利の秘訣を学ぶ教材として、読む新たな視点を得ることができました。これからもスラムダンクを読み返しながら、その中に描かれているメッセージを自分の生活に生かしていきたいと思います。本書を読んで、スラムダンクの新たな一面を知ることができて、とても楽しかったです。他の読者にもぜひおすすめしたい一冊です。